それは2年前のことであった。ファイナルソード、なんだこの足場は。とにかく乗ってみようぜ。こうしてプレイステーション版ファイナルソードが発売された。しかし PS5 のみの販売であった。なんで？どうもファッカです。ファイナルソードの新作気持ちよすぎだろ。さて今回はまさかまさかのファイナルソード新作、プレイステーション版ファイナルソードをプレイしたいと思います。ちなみに動画冒頭でも言いましたが、プレステ版ファイソといっても PS4 でプレイできません。まさかの PS5 専用となっておりますので、購入を考えている人は注意してください。しかも PS5 専用ゲームだと判明したのが配信日当日というとんでもないサプライズだったので、ファイナルソード学会に激震が走り、学会員の多くが PS5 を求めて走り回ったようです。ちなみにPS4 版のファイナルソードも発売日こそ不明ですが、リリースを計画中とのことなので、PS5 を持っていないファイナルソーダーはリリースを待ちましょう。前置きはこのくらいにしまして、早速 PS5 版のファイソをプレイしたいと思います。はい、こちらが PS5 版ファイナルソードのグラフィックですけども。見てくださいよ、この凄まじい変化。え？全然変わってないって？これを見てみろよ！はい、こちらがスイッチ版のファイソですね。何か全体的にテカってる印象です。比べてみるとこんな感じ。PS5 版の型がなんか暗いんですよね。それと、同じムービーで同じシーンであってもカメラがちょっとビキニ味のアングルなんですね。ね、全然違うでしょ。そしてこちらが最初のマップであるローレルヒラノですね。いやー、見たらわかる。すごい綺麗になってますよ。え、これもわかりづらいって。うわー、はい、こちらがスイッチ版のマップです。これはさすがに違いがわかると思います。 PS5 版と比べて地面の情報量が少なく、オブジェクトの種類も少ないです。それに対して PS5 版は地面が自然な感じに仕上がっており、画面の情報量も増加。これが進化したファイナルソードだ。あ、どうも。はい、こちらが最初のボスのトロルなんですけど、敵キャラのグラフィックもめちゃくちゃ進化しています。並べるとこんな感じです。肌の情報量とかがすごい増えてますよね。となればこのトロルの名物であったあの音も、もしかすると。え？見た目は良くなったのに。問題だったクソデカバシャバチャ音は未修正でした。まあこれが個性みたいなものだったので、適正音量になったら面白くないですもんね。なので、音量を元に戻してみましょう。ガタガタうるせえんだよバカ野郎。はい、
バシャバシャトールを倒しました。そしてこのクソデカレベルアップなんですけど、こちらも変わりなく今まで通りクソデカで、相変わらず P が小さいままです。うーん、いい味出してますね。そしてこちらも変わらぬ味なんですが、母親の病気を治すために神秘の薬草を与えるムービーなんですけど、相変わらず草をそのままぶん投げるという内容は変わっておりません。しかし変わってるものもあるんですよ。例えばこのファイナルソード名物の一つのオアシス村にある歴史するオアシスなんですけど、 PS5 版だと歴史オアシスの透明度がめちゃくちゃ高くなっていて、その影響でオアシスに設置されてある隠し宝箱が見やすくなっております。これならもう歴史すること、死んだ。ここまで動画を見た人なら気づいてるのかと思うんですけど、 PS5 版ファイソはステージの見た目変更が結構多いです。例えば最大拠点であるこのキングダム周辺に堀が作られていたりと、何のために掘ったのかわからないんですけど追加されています。川の中に石がある、拾いに行く、深い。これは城のセキュリティ万全ですね。他にもステージの演出変更で、洞窟ステージの地面に霧がかかっており、ステージ内に存在する即死の穴が非常に見にくくなっています。ただ救済措置として穴にはエフェクトが少しかかっており、このように視点を変えれば見やすくなっています。しかし実際にプレイした時どうなったのかというと、多少なんか見やすく、うわぁこのように経験者であっても落下事故が多発しました。これは恐ろしい変更点ですね。さて、いろいろと変更点を見てきましたが、あのファイナルソード名物がどうなっているのか検証です。まずはデーモンが主人公を吹き飛ばしながらダッシュする、ファイソ名物デーモンダッシュですね。はい、こちらが PS5 版デーモンダッシュですね。 PS5 の圧倒的スペックにより今まで発生していた処理落ちがなくなっており、非常に滑らかな挙動で主人公を吹っ飛ばして美しさが上がっています。さすがです HUP ゲームズさん。そしてこちらもファイソ名物である例の足場です。どんなものかというと、見てればわかります。うわー、うわー。はい、例の足場はこのように足場と一緒にキャラが移動してくれないので、乗ったままだと落下して死ぬというとんでもないギミックです。これが PS5 版だとどうなっているのか見てみましょう。バイバイです。いやー、ほんと芸術的です。ここがもし修正されて何の変哲もない移動床になってたら、ファイソの魅力の 97% くらい吹っ飛んでますね。マーニング、マーニング、マーニング、マーニング。ここまで変わったものや変わらなかったものをお見せしてきましたが、プレイしてて終盤に差し掛かろうとした時に悲劇が起こりました。その悲劇とは、世界を救う覚悟を決めた主人公が世界樹に出会う時に発生しました。はい。ここからムービーです。そうすると、はい、ムービーが始まって数秒後に死にます。そして主人公が死んだことにお構いなしに喋る世界樹さん。え、ちなみにこの現象は何なのかというと、進行不能バグです。そして、
このバグが発生した後にプレイを再開すると、地面から少し浮いた状態で移動できなくなります。ちなみに、先んじて言っておきますが、このバグは、すでにアプデで修正され発生しなくなっているので、ファイソの購入を考えている人は安心してください。で、話を戻して移動できないのなら、魔法でワープしてしまえということで、テレポートを使って、別の場所に移動します。テレポートで移動しても、さっきより状況が悪化して、ステージ上空に取り残されます。こうなるとデータのロードではなくて、ゲームを再起動しないと、治らないです。そして、進行不能バグは、もう一つありました。それは、隠しボスであるウィッチのムービー中に発生します。ムービー中に、主人公を吹っ飛ばされすぎだろ。で、この映像なんですけど、実は、スイッチ版のもので、ムービー中に、主人公がこのように吹っ飛ばされます。この吹っ飛ばされ具合を覚えた上で、PS5 版のムービーをご覧ください。はい、PS5 版のムービーだと、主人公が画面外まで吹っ飛ばされて、その後ホワイトアウトして進行不能になります。吹っ飛ばされ方があまりにも面白いんですけど、進行不能になるのは笑えないです。もちろん、このバグも、今現在はアプデで改善されているのでご安心ください。PS5 になって、魔法陣のエフェクトが豪華になったんですけど相変わらず、あぶよ、で安心しました。上へ参ります。はい、こちらがラスボスである、新ブラックドラゴンです。スイッチ版のヌルテカオイルドラゴンとは、もはや別物ですね。はい、ブラックドラゴン戦です。どこだここは。私だ。ラスボス戦なのに、一体どうしたんですか。視聴者が薄々感じてると思うんだが、プレステ5版ファイナルソードはあくまで今までの配送移植してグラフィック全般と微調整しただけで、これまでの配送とほぼ差がないことに気づいてる。まあプレイしてる私も、追加モーションとか新ボスとか期待してたんですけど、それは、あくまで、ファイナルソード PS5 版ってことで、そこまで、多くの追加要素なくてもしょうがないと思いますよ。それに新作を制作中なのに、わざわざ PS5 版をリリースしてくれただけありがたいと思いますし。実はな、ちゃんとした追加要素があるんだな、これが。あるんですか。なんだこいつ。こいつはストーリーを一度クリアすると使えるようになる新キャラクターの、イントちゃんだ。なんだこいつ。この子も一度ストーリーをクリアすると使えるようになる。おしりちゃんだ。なぜおしりちゃんなのかというと、超人気ゲーム、ウィッチャー3に登場する、しり、というキャラクターにどことなく似ているからだ。マジですよ。ほぼ同じじゃねえか。まあ、似てる似てないはこの際置いておいて。この二人って、今までのファイソにはない、新しい要素を内蔵した、キャラクターだったりすんの？スイッチ版のこいつと中身変わらんぞ。はいどうも、クソ投稿者です。ラスボスのね、ブラックドラゴン戦を垂れ流しつつ、最後の感想を言っていきたいと思います。まずね、このブラックドラゴンなんですけど、なんか、顔がめちゃくちゃ真っ赤っかになってて、ポケモンでいうクリームガンみたいな状態になってるんですけど、そこは気にしないでください。はい。で、一応そのクリアしてみての感想なんですけど、
まあ、よくある完全版とかみたいな、なんかいろいろ追加してこれで終わりみたいな感じじゃなくて、まあ、全体的な、まあ、アップデートみたいな感じの内容でしたね。はい。まあ、グラフィックが、まあ、かなり良くなって、処理落ちもほぼなくなって、まあ、その上で、まあ、ステージとか、まあ、そこら辺のオブジェクトが増えたりとかして、まあ、ギミックとかでは大きな追加とか、まあ、全然なかったんですけど、まあ、そこはかとなく、ちょっと追加されたオブジェクトとかが目立ったりするみたいな感じでしたね。なので、今までね、ファイナルソードをやったことがない人で、まあ、興味あるなって思った人は、まあ、PS5 版ファイナルソード、まあ、購入を検討してもいいんじゃないんでしょうかと、言いたいところなんですけど、肝心のね、PS5 がね、品薄なんで、まあ、ファイナルソード学会員じゃない限りは、まあ、このゲームのためにね、PS5 を買うっていうのはね、なかなかハードルが高いと思いますので、まあ、そこら辺はね、財布と相談して決めてください。で、最後に、このファイナルソードっていうゲームに関して語りたいと思うんですけど、まあ、最近ちょっとね、近しい人に、ファイナルソードやってみればっつって、おすすめして、まあ、プレイさせたことがあるんですけど、まあ、相当苦しんでるみたいで、まあ、それ以外にもね、まあ、ファイスやりましょうよって適当に言ったりした人が、いや、嫌ですっていう人が、まあ、結構いて、まあ、普通に遊べるゲームだと思うんだけどなと思ってたんですけど、もしね、仮に、皆さん全員がファイスをやろうみたいな、まあ、エルデンリングみたいな勢いで、まあ、皆さんファイスをやり始めたら、まあ、僕みたいなね、投稿者の出番がなくなってしまうので、まあ、そんな世界はね、逆に嫌だなと思いますので、本当に、興味があってやりたいと思う人だけ、購入してプレイをしてみてください。はい、ブラックドラゴンを倒しました。プレス版なんでね、トロフィーがあります。トロフィー名はドラゴンスレイヤー、まあ、かっこいいですね。はい。で、で今作のエンディングなんですけど、メーカーさんがちょっと配信しないでほしいというアナウンスがありましたので、動画内ではそこは映さないで最後にファイナルソードをして終わりたいと思います。エアのウトウ。